すみたやチャンネル。すみたやチャンネル。どうも皆さんこんにちは。祭り用品専門店祭りすみたやのおしんちゃんでございます。今回の動画はこちら。お祭りに参加するときに着るハッピーや斑点の正しい選び方について解説してみたいと思います。お祭りに参加する人たちが必ず着ているのがハッピーになります。人によっては斑点って呼んだりもします。初めてお祭りに参加する人ですと、どんなハッピーを着たらいいのかわからなくて困っている人も多いと思います。お祭りに間違ったハッピーを着ていってしまうと、最悪の場合お祭りに参加できないってこともあるので注意が必要です。というわけで今回はハッピーや斑点の正しい選び方について解説していきたいと思います。ちなみにハッピーと斑点って何が違うのって疑問に思っている人も多いと思います。もともとハッピーと斑点は違う用途で使われていたんですけれども、江戸時代頃からハッピーと斑点は同じ意味で使われるようになってきました。ですのでこの動画でもハッピーと斑点は同じ意味で使用しています。お祭りに参加している人たちが着ているハッピーのことを正式名称で印斑点と呼びます。印斑点とは町会や神輿会などの団体の人たちが着ているお揃いのデザインのハッピーのことです。印斑点の襟にはこんな感じで会の名前ですとか、あとは町名なんかが入っています。そして印斑点の背中には大門と呼ばれる団体のマークが入っています。同じ団体に所属している人がお揃いのハッピーを着ることで、周りの人が見た時にその人がどの団体に所属しているのか一目で分かるようになっています。また同じデザインのハッピーを着ることで自然と仲間意識が高まるんですよね。なので印斑点は団体のシンボルと呼ばれるほど重要な祭りアイテムとなっています。お祭りに参加するときは町会や神輿会などの団体によって決められた指定の印斑点を着るようにしてください。自分は印斑点を持っていないからといって自分勝手に好きなデザインのハッピーを着ていってしまうと、お祭りに参加できなくなってしまうってこともありますので十分注意してください。指定の印斑点がわからない場合は参加するお祭りの主催者や役員さんに事前に確認するようにしてください。印斑点に関する注意点を2つご紹介します。まず1つ目の注意点なんですけれども、同じお祭りであっても参加している町会や神輿会によって印斑点のデザインが違うっていうことなんです。例えば毎年5月に東京の浅草で開催される三社祭りを見てみると、同じ三社祭りというお祭りであっても町会や神輿会ごとに全く異なるデザインの印斑点を着ています。三社祭りというお祭りに参加するからといって自分がおみこしを担がせてもらう団体以外の印斑点を着ていくのは NG です。必ず一緒に参加する同じ団体の人と同じデザインの印斑点を着るようにしてください。印斑点に関する注意点の2つ目なんですけれども、同じ町会や神輿会などの団体の中でもさらに印斑点のデザインが分かれている場合があります。同じ団体の人たちなのに人によって印斑点のデザインが異なるんですよね。これはお祭りの役割によって印斑点を分けているからです。代表的なのが役員斑点です。役員斑点とは町会や神輿会などの団体の運営者である役員さんが着ている印斑点になります。一目でそのお祭りの責任者が誰なのかが分かるようになっています。役員斑点は役員さんの中でも上の方の立場の人だけが着ている場合が多いです。いつかは役員斑点を着てお祭りに参加したいと思って頑張っている若い人も多いほど、役員斑点は憧れの存在です。そんな役員斑点を何も知らない一般参加者の人が着るのは絶対にダメです。多分ね、そんなことをしたら一瞬でつまみ出されますので十分注意してください。続きまして、印斑点の入手方法について解説してみたいと思います。お祭りに参加したいから印斑点を手に入れたいと思って祭り用品店や呉服屋さんに買いに行っても多分販売していません。お祭りはそもそもお祭りが開催されている地区に住んでいる人たちのものです。
なのでその地区に住んでいない人が自由に印番店を購入することはできません。お祭りの開催日が近づいてくると住民向けに回覧板などで法被の注文書が回ってくることが多いです。その注文書を使って印番店を購入することになります。また町会や神輿会などの団体によっては指定されたお店で印番店を購入することとなっている場合もあります。そもそも印番店は販売されておらず貸し出しのみという場合もあります。印番店の入手方法は団体によってやり方が全く異なります。正しい印番店の入手方法につきましては参加されるお祭りの主催者や役員さんに確認するようにしてください。お祭りによっては印番店がない場合もあります。そのようなお祭りでは法被は自由でいいですよってなっている場合が多いようです。特に大人は指定の印番店を着ることとなっていても、子どもは法被は自由でいいですよってなっている場合が多いです。指定の印番店がない場合は既製品の法被を着ていただければ大丈夫です。よくお祭りで見かけるのは祭りって背中に書いてある水色の法被です。この水色法被は全国のお祭り用品店や呉服屋さんで簡単に入手することができます。指定された印番店がないからといって法被を着ずに参加するよりは、何でもいいから法被を着てお祭りに参加することをお勧めします。お祭りが盛り上がるからね。はい、いかがでしたでしょうか。お祭りに参加する時の法被の選び方なんですけれども、そもそも選択肢なんてないんですよね。町会や神輿会などの団体が指定する印番店を必ず着ないといけないので、法被選びに迷う必要はありません。必ず決められた印番店を着てお祭りに参加するようにしましょう。今回の動画で解説した内容はあくまで一般的な法被の選び方になります。お祭りによって法被のルールは全く異なりますので、正しい法被の選び方については参加するお祭りの主催者や役員さんに必ず確認するようにしてください。やっぱりね、お揃いの法被を着てみんなで一緒にお祭りに参加しているととっても楽しいです。ぜひ皆さんもお祭りいっぱい楽しんでください。というわけで動画を見ていただいてありがとうございました。この動画が面白い、役に立ったと思ったら、ぜひ高評価ボタンよろしくお願いします。あと、祭り炭手屋チャンネルなんですけれども、法被の選び方の動画以外にも、お祭り用品に関する動画を定期的に配信しています。初めてお祭りに参加するから不安だなっていう方や、お祭り大好き、わっしょいわっしょいっていう方は、ぜひ祭り炭手屋チャンネル、チャンネル登録をよろしくお願いします。動画を見ていただいてありがとうございました。